壁紙の端とかを見ると微妙ですが隙間ができています。コーキングはされていないですが、あと数年すると剥がれてきそうな感じ。この部分はコーキングされていますが隙間ができています。かなり細めのコーキングなので隙間が出やすいのはあるとは思うのですが、コーキング剤の劣化や壁紙の伸縮なので5年とか経つとこんな感じになってきます。部分的ですがこんな感じのところが数箇所あって、面倒なので放っておきましたが、今回はこちらを修復してみたいと思います。では準備したものはこちらとなりまして、まずこちらがコーキング剤。壁紙のコーキング剤の中では、まあ、一番有名な商品だとは思いますが、弥生化学のジョイントコーク。こちらのジョイントコーク A は内コーク用。内コークとは壁紙の中に使うもので、いわゆる剥がれた時などに使うと最適です。外コークとして使っている方も多いので問題なく使用はできますが、少しベタつきが出るのでゴミなどが、ね、付着しやすいです。でこちらが外コーク用でジョイントコーク M です。先ほどのような隙間などには最適です。ツヤなしのノンブリードなのでゴミなどはつきにくいし、塗装などにも相性がいいです。少し値段は高くなりますが隙間を埋めるのはこちらをおすすめします。壁紙の端とかつなげ目などにめくれがある場合はこちらを塗ってローラーで圧着します。このコーキング剤は水性なので、まあ、その辺についてもね大丈夫です。水拭きでね拭いてください。でこちらを使うときは先端を斜めにカットして隙間に出していきます。当然完璧にはできないので、このようなヘラとか指で押し込みながらなぞる感じ。こんな感じで簡単にできます。手についたコーキング剤は水拭きで落とせるので、タオルやスポンジがあるといいと思います。ではね先端をカットします。斜めにカットした方が使いやすいです。コーキングの太さは用途によるので好みの太さに調節します。今回は微妙な隙間なので細めに出していきます。こんな感じ。ちなみにこちらがジョイントコーク M でこちらがジョイントコーク A となります。ジョイントコーク A の方が少し光沢があって若干ですがベタつきがある感じ。ジョイントコーク M の方はツヤ消しでサラサラしています。古いコーキング剤を剥がしたい場合にはプラスチックのスクレーパーなどを使って剥がしてみるといいと思います。ではまずこのラインからやっていきます。こんな感じでミスりました。でもまあね大丈夫です。濡れた布巾を持ちながら指で少し押し込みながら下にね慣れていきます。感覚ですがある程度調整しながらやる感じ。手についた余分なコークは拭き取って繰り返す感じです。
最初に紹介したヘラとかアイスノボーとかでも大丈夫ですが、意外とエビの方が万能です。はみ出し厳禁の状況とか場合によってはマスキング等が必要な場合もあると思います。まあ、このような白い壁だと目立たないので必要ないと思います。はい、こんな感じでまずね一箇所完成。ちょっと実験ですがジョイントコーク A の方をね使ってみます。はい、こんな感じで見た目は綺麗にね仕上がっております。はい、次はフリーコーキング剤を剥がしてから施工してみます。元が細いので綺麗に向けなくてちょっと大変です。指をうまく使えばこんな感じで豪快に拭いても大丈夫です。細かいところはヘラを使っています。でこんな感じで完成。はい、こんな感じです。いろいろと試してみましたが、まあ、失敗してもやり直しはできるので足場などには気をつけてまずは1箇所から試してみるといいと思います。はい、こんな感じで動画の方は以上です。ご視聴ありがとうございました。